2ヶ月前から辞めたいって言ってるのに全然辞めさせてくれない。なんやお嬢さん、そんな辛気臭い顔して。おお、そうやお嬢さん、おいらは亀や。はあ、バイト辞めたくても辞められへんねやろ。え、なんで知ってんの。見くびられてちゃ困るね。ずっと見てたからな。神さん、そうなの、辞めたくて事務長に言ってるんだけど、けど辞めさせてくれなくて。相談相手もいないし、親にも心配かけたくないし。そういう時は相談しよう。待ってよ。相談所。せや、ここでは働いてて何か疑問や悩みがあったら、専門の相談員が面談あるいは電話で受付してくれるんやで。例えば労働条件、解雇、いじめ、嫌がらせなどや。相談はいずれも無料。希望の場合は裁判所、地方公共団体など他の紛争解決機関の情報を提供してくれるんやで。すごい、心強い。早く知ってたらよかった。こういう機関もあることを働く上で知っておいた方がいいで。さあ、早速相談してみよう。今しているバイトの事務長が辞めたいという意思表示をしても辞めさせてくれないんです。適正な手続きをすれば、会社の同意がなくても退職することが可能なんですよ。適切なアドバイス、法令・判例の情報提供、また労働局の個別労働紛争解決制度として労働局長による助言・指導、または紛争解決委員会による斡旋という制度も取り扱っています。法令に違反する相談に対しては各部署などへ取り次ぎ、問題解決にふさわしい機関の紹介などを行ってくれます。京都にある主な総合労働相談コーナーはこちら。ご気軽にご相談ください。